ブロードウェイのバスレーン、バスオンリーと英語で示されている。バスレーンは車両通行帯を有する道路で路線バス等の通行のために設けられた車線を指す。車両通行帯がない道路において路線バス等の通行のために車線が設けられる場合はバスレーンには含まれるがバス専用道路として区別される。詳細はバス専用道路を参照。日本ではバスレーンは 道路交通法で定められており、バス専用レーンとバス優先レーンの2種類がある。また、リバーシブルレーン規制とセットで行っている道路もある。警察庁資料によると、1997年3月末時点で、日本国内にあるバス専用、優先レーンと専用道路は1486、区間で総延長2 2 3 3トルに上る。なお、 日本の高速道路上は設置されていない。日本のバスレーンは道路の左側車線に設置するのが一般的だが、名古屋市では道路の中央寄りにバスレーンを設置している路線がある。左側車線は路肩の中停車など交通渋滞の影響を受けやすいが、中央レーンはこれらに加えて左折車両の影響も受けず、また方向別信号制御により右折する。 一般車両と交錯しないように制御されている。以上から定時性を向上させられる利点がある。ただし、バスレーンに中央レーンを利用する場合は、道路幅員が25メートル程度以上必要なことから、道幅の狭い道路が多い日本国内では、この方式は他の地方にはあまり普及していない。専用通行帯の標識、通常は左端の車線に設けられる。 車両通行帯専用通行帯も参照名古屋市、機関バスの中央走行式バス専用レーン。区間部分は路面の色が塗り分けられている。杉並区、小木久保駅前のバス専用右折レーン。駅ロータリーの一般車進入を制限し、そこへ入る右折車線をバス専用とする事例もある。路線バス専用の車線である。基本的には、 文字通り路線バスに限り通行可能である。また、路線バス自身も原則として、バス専用レーンだけを通行可である。ただし、自転車を含む、軽車用、原動機付け自転車及び小型特殊自動車は、この規制の対象外である。軽車両や原動機付け自転車などは、別途の規制や、車線通行の例外がなければ、依然として第一通行帯を通行することとなる。 それら以外の一般の自動車はバス専用レーン以外の車線を通行しなければならない。なお、車線通行の例外に該当する場合にはすべての車両はバス専用レーンとは無関係にその例外規則に従い通行しなければならない。緊急自動車、消防用車両と道路維持作業用自動車は、用務中はバス専用レーン規制の対象外である。専用対象となる路線バスは、 基本的には専用通行帯の道路標識及び補助標識等によって指定される。なお、道路標識においてバスのように見える図柄は法令上は大型常用自動車を意味するのでバス専用レーンとして規制する場合は必ず補助標識に路線バス等と付記される。補助標識の路線バスは文字通り路線バスを意味するので大型常用自動車である路線バスがが対象となる。 また、補助標識に、通学、通園バスや、二輪、自二輪とある場合は、それらの車両も含まれる。対象自動車は地域によっては、運用が異なり、路線バス以外にもタクシーハイヤーなどの通行が認められているケースや、一定人数以上乗車している自動車も、通行可能なケースも見られる。バス専用レーンが設けられる道路には、終日、バス専用レーンが設けられている道路と、 朝夕のラッシュ時など時間帯を限定してバス専用レーンが設定される道路がある。また、日曜、休日は施行しない場合が多い。路線バス等優先通行帯の標識を埋め回道のバス優先レーン標識。この場所では、路線バスと通学、通園バスのほか、通勤や送迎に共用するバスも優先レーンを通行できる。車両通行帯路線バス等優先通行帯も参照。 路線バス等が優先通行できる車線である。バス専用レーンと異なり最初から路線バス等と規定され対象が拡大されている。なお、バス専用レーンと異なり、路線バス等はバス優先レーンの通行は任意である。バス専用レーンと異なり、路線バス等以外の自動車も通行可能であるが、バス優先レーン上で後方から路線バス等が接近してきたときは、できるだけ 速やかに優先レーンの外に出て、道を譲らなければならない。また渋滞等により、優先レーンの外に出られなくなる可能性がある。場合には、最初から優先レーンを通行してはならない。ただし、路線バス等地震と自転車を含む、軽車用、原動置き付け自転車は、この規制の対象外であるため、ベッドの規制や車線通行の例外がなければ、 依然として第一通行帯を通行することとなる。なお、バス専用レーンにおける多くの場合と異なり、優先レーンでは原則として、自動二輪車も優先レーンの規制対象となる。バス専用レーンでは、補助標識等により、二輪、自二輪も指定することが多いが、バス優先レーンでは指定されないことが通常であり、自動二輪車も規制対象となる。また、別途の規制や、 車線通行の例外に該当する場合には、すべての車両はバス優先レーンとは無関係に、その例外規則に従い通行しなければならない。緊急自動車、消防用車両と道路維持作業用自動車は、用務中はバス優先レーン規制の対象外である。専用対象となる路線バス等は、路線バス、通学、通園バス、その他公安委員会が指定した。 事業用自動車が対象となる。対象自動車が地域によって運用が異なるケースについては、公安委員会規則や、その他公安委員会が定める規則などにより、規定される。バス優先レーンがある道路は、朝夕ラッシュ時の渋滞する時間帯にのみ、バス優先レーンが設定されている場合が多い。一方で、朝夕のラッシュ時などを、バス専用レーンとしそれ以外の日中の時間帯を、 バス優先レーンとする場合もある。都市部では、バスレーンの違法走行及び、違法駐停車により、路線バスの円滑な運行が妨げられるという、問題が発生している。そこで、1975年にバスレーン、1978年に、観光式バス優先信号を導入した浜松市、遠州鉄道は、1998年3月のバスレーンから舗装化。 光ビーコン式バス優先信号を導入した際、道路上の電光掲示板に警告表示を行い排除するシステムを設置している。そして、2005年12月より、西日本鉄道の一部路線を走行する車両にバスカメラを搭載して、バスレーンを違法走行を通している車両を撮影し、その車両の使用者に警告文書を発する等の対策を行っている。これにより、 路線バス運行の円滑化のみならず、マイカーから路線バスへの利用転換による環境やエネルギー問題の改善も図られている。なお、2006年2月より、東急バスと西武バスの2007年2月より、京王電鉄バスと関東バスの各一部路線でも実施されている。2008年2月より、東京都交通局の一部路線でも行われているほか、東急バスでは、 実施路線がさらに一路線追加されている。台湾、台北市のローズベルトロードのバスレーン台湾、台中 BRT 乱線のバスレーンロンドンでは、全道路網 13,600km のうち 205km のバスレーンを整備している。専用レーンは赤色に塗り分けられ、バスの他タクシー、自転車の通行が認められているが、オートバイを含む一般車両の通行は認められていない。 バスの背面にはその旨に加え、違反すると80ポンドの場、レーン内に侵入する一般車両に対しては、バスの運転手は大音量の警笛を鳴らして、これを排除しているほか、監視カメラを使った取り締まりが効果を上げている。高速道路では、警府高速道路の新名田新インターチェンジから、随走インターチェンジまでの 134.8km の区間は中央分離帯から、 外側1車線をバス専用レーンとしている青色の実線で塗装されているバス専用レーンを通行できる自動車は9人乗以,以上の乗り合い自動車とされる適用時間は土曜日9時から21時まで日曜日祝日旧正月周遊9時から21時まで9時から23時までとなるまたソウル市内ではバスラピッドタランジットを施行し2004年以降は バス中央車路線として主要道路にバス専用レーンとバス停の整備を行ったロンドン、エディンバラ、ジュネーブ、ベルリン、パリなどの都市ではバスレーンが自転車の走行空間としても活用されている。一般車両の通らないことから交通量が少ないこと、バスと自転車の速度差が少ないこと、バスの運転手はプロに限られること、バスは前方の見通しが良いことなどから、 バスレーンを走行することは一般レーンに比べて自転車にとっての安全性確保に有効であると指摘されている。バスレーンを通行中の自転車利用者にアンケート調査を行った2004年の研究は自転車利用者がバスレーンについてその地区の一般的な道路環境より安心感が高く移動時間も短縮できると評価していることを明らかにしたがバスドライバーへの聞き取りでは 標準的なバスレームの福音はバスが自転車と共存するには狭すぎる自転車利用者が交通ルールを守らないことに憤りを感じているなどの回答を得ているこの研究をはじめとする従来のバスレーン用語論に対しては調査対象が現にバスレーンを走っている一部の自転車利用者に限られており潜在的な自転車利用者の意向が考慮されていないこと 自転車の利用を促進して子供やお年寄りなども含む多数の自転車利用者がバスレーンを走るようになった場合バスの運行に深刻な支障が出る可能性があることなどが指摘されているロンドン市交通局の2012年の調査ではバスレーンは利用意高度の点で他の自転車インフラよりも低い評価を受けているバスレーンが 自転車の対自動車事故のリスクを下げるかどうかについては、まだほとんど研究されていない。2018年の研究では、他の環境因子の影響を取り除いた場合、バスレーンがあってもなくても自転車利用者の負傷リスクに有意差はないと報告されている。自転車とバスは平均速度こそ近いものの、バスの方が最高速度が高く停車時間も長いため、両車は頻繁に追い抜き合い、 混在通行させれば、互いに足を引っ張る関係になると指摘されている。こうした問題からイギリスでは近年、バス停を歩道側から迂回できるように自転車道を整備して、バスと自転車の作綜を解消する例が、徐々に増えている。ありがとうございます。